どうも、樹里祭神ホームセンターゾーリンガーです。今日の樹里細工実験室はセルフ肝試しの続編ということで、今日は肝試しの特訓に来てるらしいですね。山ごもり編ということで、何しに来てるんだってことですね。真夜中の山の中をただ歩くと、で、それで句を読むということですね。で、怖がるとこがポイント。でこれは、肝試しといえば、やっぱですね、懐中電灯ですね。これ懐中電灯なかったらですね、さすがに成立しない。これじゃあ、ただ怖いだけなんですけど、この自分好みのライトの当て方で、怖がるということで、やっぱこれがですね、勝手に楽しめると思うんですね。で、発泡スチロールとりあえず言いましたね。とりあえず、怖いでしょう。で、ただですね、また例のごとく時間がないです。明日は仕事だから、この肝試しせいぜい5分で終わります。サクサクっと怖がって帰る。山行くけど、こんな感じですね。で、ぶっちゃけ知ってる山なんですけど、知らない山行ったらですね、それは下手したら警察に捕まる可能性があります。だから知ってる山しか行きません。で、こんな感じで、放置された竹はですね、でもこれ昼間来たら、ただ単に自分が切って倒しただけの竹なんですけど、夜来るとですね、自分が切り殺した竹がですね、あたかもゴーストのように、自分に歯向かってくるように見えます。でこの懐中電灯で照らすと怖いということで、それをセルフ肝試しして帰るということですね。昼来ても何も怖くないけど、夜来たら怖い。で、あの奥には放置竹林がありますね。で、ここから先もう歩けたもんじゃないですよ。ましてやこの前中に。問題はですね、今日はやたら寒いです。肝試しに来てるんだか、寒中稽古に来てるんだかよくわかんないです。でも、この毎回ですけど、一番怖いのは、やってる本人が第三者から見たら、怖いということですね。だから、自分のやりようが悪かったら、警察に職務質問される内容をやってるというか、その辺のドキドキ感がやっぱこのセルフ肝試しの醍醐味だけど、山来ました。で、こんな感じですね。照らすなり、そうですね、だいぶ竹が倒れてきてる。で、最近思うことは、イノシシが今頑張ってるんですね。今の季節が一番イノシシ大変みたいですね。食料がなさすぎて、で春が来ないからずっと食べ物探してますね。でそんなこの冬の山のひっそり感、冬のフィナーレですね。冬の出だしだったら、頑張るしかないみたいな感じだけど、今終わりですから、あとちょっと頑張れば終わるんだけどという、最後の冬、静かです。静かで寒い。肝試しするなら、今でしょうね。もう春になってしまったらですね、こういう寂しさは味わえない気がします。こういうちょっと暗い雰囲気の山ということで、ずっとこの日はってます。で、巨木、とりあえず、怖いですよね。形が、でかいというだけで怖いです。巨木です。これでいくでしょう。あとは自分が切った竹が怖い。これでいくでしょう。こんな感じで、怖がってます。ちょっとですね、あんま時間かけたくないからもう帰りましょう。で、なんかよくわかんないけど、踏んだ途端に濡れてたとかですね、今踏んだら濡れてましたという感じです。じゃあこれでちょっと山ごもり編は終わりましょう。5分間山ごもり、4分間山にこもりました。